8月1日に100周年を迎える熊本市電。明日はその100日前で、役割を終え倉庫に眠っていた部品を自宅で楽しんでもらおうと初めて販売を企画しました。明日発売するのは、かつて使われた電車バス共通カードを車内で読み取るカードリーダーや、2011年まで使われた水道庁と書かれた電停の看板、車内で多くの人の体を支えたつり革など13種類です。次は慶徳校前、慶徳校前。こちらは1976年から車掌が目的地を伝えるために使っていたものです。中には1997年に熊本市電が日本で初めて導入した超低床電車の速度制御機も。配線が何本も入り組んでいる機械の裏側も見られて、実際にレバーを引くこともできます。かつて使っていた部品で、貴重なものになりますので、ぜひ大事に保管していただいて、それを鑑賞していただければというふうに考えております。売上は交通局の運用資金などに充てるということです。販売は明日午前9時から熊本市交通局のオンラインストアで行います。